中国本土では、この24日間で12リが新型コロナウイルスに感染した。これらのうち11人は海外から流入したもので、本土感染者は1人であることが分かった。中国国家衛生健康委員会は25日0時時点で、 31の少子自治区内の累計感染者数が前日より12人増えた82,816人であると明らかにした。新規感染者のうち11人は海外渡航関連者で、1人は北京で感染したことが確認された。24日の1日間で報告された無症状患者数は29人で、 前日に発生した無症状患者数に比べて少し減少した。無症状患者のうち、4人は海外渡航関連者である。また、この日に報告された死亡者はいなかった。これにより、中国における新型コロナウイルスの死亡者数は4 6 3 2人リのままだ。中国本土以外の中華圏地域では、 香港戦35人、マカオ45人、台湾428人で、累計感染者数は計1508人に上る。